ガンネル、潜水艦。ガンネル、アセスガンネル、SS-253 は、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の一隻。艦名は、ゲアモクに属する、銀ポ類の総称にちなむ。銀アモクに属する、銀ポ類は、ブレニーと呼ばれる。ガンネルは、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。 1942年5月17日に、ベンモレル夫人、海軍造船局長、ベンモレル少将の妻によって浸水し、艦長ジョニエス・マケイン・ジュニア少佐、アナポリス1931年組の指揮下8月20日に、収益する。ガンネルからパーゴ、アセス・パルゴ、SS-264 までの、エレクトリックボートで建造された、ガトウ級潜水艦には、 本来搭載されるべきエンジンの製造が間に合わなかったためか、2サイクル副動9気筒型 HOR、射精エンジンを搭載して竣工した。しかし、このエンジンはトラブルが多く信頼性に欠けていたため、ガンネルも含めた対象の全艦がオーバーホールの際に換装を行っている。10月19日、ガンネルは最初の紹介でアメリカからイギリスまでの航路を向かった後、 対象指揮下の西部方面海軍機動部隊に配属され、統治作戦に参加した6隻の潜水艦のうちの1隻となった。11月6日、作戦の2日前に、ガンネルはカサブランカの北東にある港町フェドハラを偵察し、作戦当日の11月8日には海岸へ向かう艦隊を信号を用いて先導した。十二月七日、ガンネルは十九日間の行動を終えて、 スコットランドのに帰島した。この後、ガンネルは帰国の途に着く。しかし、キロの途中、HOR エンジンが故障し、残る1800キロ、1海里回離の距離を補助エンジンで航行しなければ、ならなかった。帰国すると、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で、オーバーホールが行われた。オーバーホールが完了すると、ガンネルは、太平洋艦隊に配属され、 真珠湾に向かった。5月28日、ガンネルは2回目の紹介で、九州近海及び東、シナ海に向かった。6月15日未明、ガンネルはの巨文島の南東10海里の津島海峡で、レーダーにより目標を探知し、浮上しながら接近して、魚雷を3本発射。1本が船尾に命中し、さらに魚雷を4本発射して1本が命中。 この攻撃で輸送船三広丸、対抗商船、6426トンを撃沈した。4日後の6月19日朝にはの最終島、南西百海里の水域でし、第809船団を発見し、2隻の輸送船に対して、魚雷を3本ずつ発射。8時25分に輸送船時は丸、カブラキキ船、6971トンの、 左舷後部に魚雷を一本命中させて撃沈し、他の魚雷は二隻の陸軍輸送船、三池山丸、菅谷旗船、3179トン及び、宇賀丸、松岡旗船、4433トンに向かっていたが回避された。夜に入り浮上したところの地点で、レーダーにより、若竹型区畜艦らしい目標を探知し、魚雷を二本発射して一本を命中させ、 目標を撃沈したと判断される。この時、不設定巨彩は愛前後してガンネルを発見しており、砲撃を行って相手を撃沈したと報告した。7月3日、ガンネルは31日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。後にメアアイランド海軍造船所に開港されてオーバーホールを受けた。紹介中にトラブルが頻発したので、この際に HO。 R エンジンから GM 射精 278A エンジンへの換装を行っている。11月17日、ガンネルは3回目の紹介で日本近海に向かった。12月2日夜、ガンネルはの伊央島近海でレーダーで6つの目標を探知する。やがて、空母随砲、運用、沖高、従順洋艦マヤを中心とする艦隊を発見。に対して、 魚雷を4本発射したが命中しなかった。2日後の12月4日、ガンネルはの父島北東をおよそ520キロの海域で第301戦団を発見し、魚雷を4本発射。魚雷は特設運送船日吉丸まる、ともえぐみ、きせ4046トンに命中して撃沈した。12月22日に、もの地点で2隻の大型輸送船を発見し、 魚雷を3本発射する用意をしたが、結局発射しなかった。1944年1月7日、ガンネルは51日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。2月5日、ガンネルは4回目の紹介で、南シナ海、スール海及び、セレベス海に向かった。3月18日、ガンネルはのたびたび近海で、パラオからバリクパパンに向かう空母チヨだと護衛の電話よ。 響きを発見したものの、九千ヤードより距離を縮めることができず、十六発の爆雷で追い払われた。千代田はバリクパパンで燃料補給の後、投進してパラオに向かったが、その千代田をの地点で三月二十二日に、再び発見するも、一万千ヤード離れて十五、ノットで航行されては、手のつくしようもなかった。結局、この紹介では攻撃の機会は一度もなく、 戦果は上げられなかった。3月30日に、ダーウィンに帰港。4月6日、ガンネルは60日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。5月3日、ガンネルは5回目の紹介で、南シナ海に向かった。途中、当時この方面に行った空母サラトが、アセスサラトが、CV-3 と、イギリス空母、イラストリアス、HMS イラストリアス。 R87 の搭載機が5月17日にスラバヤを空襲する予定だったのでトランサム作戦その支援としてガンネルを含む8隻の潜水艦に救助任務を与えたガンネルはの済んだ海峡沖で待機しこの任務に従事した空襲作戦が終わりガンネルは懲戒海,海域に向かった6月8日ガンネルはの地点でレーダーにより 複数の目標を探知し、詳しく観測すると、小型空母と3隻の輸送船を発見する。ガンネルは浮上して、追跡を開始するが、見張りの士官が24マイル以内に航空機ありと報告したため、これを避けなければならなかった。再び追跡しようとした時には、姿はすでになく、マケイン艦長の3度目の空母との接触も、相手に振り切られた形で終わった。 この紹介でも、攻撃の機会は一度もなく戦果は上がらなかった。7月4日、ガンネルは63日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投。艦長が、ガイオニールジュニア少佐、アナポリス1937年組に変わった。7月29日、ガンネルは6回目の紹介で、レートン、アセスラトン、SS-270、ギターロ、アセスギターロ、 SS-363 とウルフパックを構成する損刀近海に向かった。8月18日、ガンネルはの地点で6隻の海上トラックの船団を発見して、そのうちの1隻を破壊する。2日後の8月20日未明には、ノベルで島水路島南口で5隻の輸送船団を発見し、2隻の輸送船に対して、魚雷を3本ずつ発射。全速力で天田の後、 三番目の目標に対して、さらに魚雷を三本発射。しかし、いずれの魚雷も命中した様子はなかった。八月二十二日午後に、モノ地点で二隻の輸送船を発見し、魚雷を六本発射したが命中しなかった。九月二十二日、ガンネルは五十四日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。十月二十一日、ガンネルは七回目の紹介で、マスケランジ、 アセスマスキャランジッチ、SS-262 と共に、ルソン島近海に向かった。11月8日未明、ガンネルはのルソン島西方海上で、輸送船団と、応募式複数の目標を探知し、やがて対戦相当中の水雷艇詐欺が攻撃圏内に入ってきた。ガンネルは魚雷を3本発射し、うち1本が詐欺に命中して撃沈した。11月12日には、の地点で、 大和型船艦と、トネ型重巡洋艦を発見し、約4時間余りにわたって、追跡を行ったが、最終的には振り切られた。11月16日夜、ガンネルは乗るン島バタンガン岬北東230キロの地点でミニジュ船団を発見し、接近の上、11月17日明け方にの地点に至ったところで魚雷を6本発射し、2隻の目標に、 警護本が命中したと判断される。ガンネルは反転して、魚雷を3本発射した後、一時船団から離れ、の地点で再度ミニチュー船団を迎え撃ち、魚雷を4本発射。航空機を観測しつつなおも追撃し、午後に入っての地点で、監視発射艦に残った3本の魚雷を、発射、1本の命中を確認した。一連の攻撃で、特設運送船春天丸、大道海運。 5623トンと、水雷低飛躍を撃沈した。12月1日から2日にかけては、パナイ島の北西にあるマニグイン島に向かい、2ヶ月間の間現地ゲリラに保護されていた11名の海軍パイロットを収容し、代わりに武器弾薬を譲渡した。12月17日から18日にかけては、サイパン島に寄港。12月28日、 ガンネルは65日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。ハンターズポイント海軍造船所に開港されて、オーバーホールに入った。1945年6月13日、ガンネルは8回目の紹介で、日本近海に向かった。7月9日10時20分頃、ガンネルはの沖ノ島南方11階地点付近の文語水道で、海天特別攻撃隊。 トドロき隊に参加した5校駅頭中の威力を発見し魚雷を4本発射したが、魚雷は外れて沖の島に命中し爆発した。その後ガンネルは日本本土を爆撃する B-29 の上院救助任務に当たった。7月27日、ガンネルは41日間の行動を終えてグアムアプラ港に帰還した。翌7月28日に出港し、 真珠湾には8月8日に到着して、そのまま終戦を迎えた。ガンネルは終戦後、ニューロンドンへの帰還を命じられ、1946年5月18日に退役する。その後は現役に戻ることがないまま、1958年9月1日に除籍され、1959年8月1日にスクラップとして売却された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。